行くぞ。あれ、そういえば船体の丸みをどうするか考えてなかった。やばい、失敗する。あー危なかった。けどいて、よかったけど首いて。よし、この辺か。押すなよ。何もしてない。よし、くそ、なんでだ。白い船体に書くのが怖い。さっきまでは何ともなかったのに。ああやばいやばい。先生大丈夫？早くしないと。うるさい、気が散るからあっち行け。もうやだやだって、落ち着け落ち着け。今までもプレッシャーはあったろ。イージができるまで時間はかけたが、決めるときは決めてきたはずだ。その時と同じだ。一番乗りだぜ。二番乗りだぜ。何してんだガキども。なんてことしてくれたんだ、こんなに汚して。だって先生が嫌。そういうことじゃないだろう。もうどうすりゃいいんだよこれ。とにかく手形を隠すしかないか。止めてた。我慢しろ、こんくらい思い切っていかないと手形がごまかせないだろ。不思議なもんだ、さっきまであんなに怖かったのに。重圧が全くなくなって筆の走りが軽い。小さな手形があるだけ、それだけなのに。えらい楽しそうにやっちょんね。いつもあんな感じよ。郷長が笑いながら仕事ばす人って言っちょったけど本当じゃったね。